ええー、俺お寿司食べられないの？何今の音？爆発音みたいなのがしなかった？ああ、見て工場が。うわ、燃えてる。燃えろ、燃えろ。お姉ちゃん？お姉ちゃん、また電話出ない。もう100回も電話してるのに。こうなったら直接言いに行ってやる。やっと見つけた、お姉ちゃん。あら、あやねじゃない。やっほー。久しぶりに会えて、お姉ちゃん売れっぴ。相変わらず可愛いわね。スリスリ。ちょっとやめてよ。ああ、照れなくてもいいのに。今日は大好きなお姉ちゃんに会いに来てくれたんでしょ？ほら、ハグしてあげるから、おいで。会いに来たのは純粋に会いたかったわけじゃなく、用があるからよ。私に用？もしかして、何かのサプライズ？とぼけないで。何の用で来たのかわかってるでしょ？全然わからない。あ、もしかして、あれ？引っ越し祝いを持ってきてくれたとか？お姉ちゃんが引っ越したのはだいぶ前でしょ。じゃあなんだろう。お姉ちゃんわかんない。車のことよ。車？お姉ちゃん、私のマンションの駐車場に勝手に車止めてるでしょ。うっそ。あそこあやねの駐車場だったの？ごめん。知らなかった。気づかず止めてた無知なお姉ちゃんを許して。まあ、あやねは心が広いから。許してくれるわよね。しらじらしい。わかってて止めたくせに。ひどい。お姉ちゃんがそんなあやねを困らせるようなことをするわけないじゃない。なんでそんなこと言うのよ。私はあやねのこと大好きなのに。ピンポイントで私の駐車場に間違えて止めるなんてありえないでしょ。お姉ちゃんはマンションの住人でもないし。まあまあ、そんな怒らないでよ。お金がないから少し置かせてもらってただけだって。少しってもう1週間も止めっぱなしじゃない。それにお姉ちゃんが乗ってる車かなりの高級車だよね。そんな高級車乗ってるのにお金ないなんて嘘でしょ。わかってないわね、あやね。高級車に乗ってるからお金がないんじゃない。高級車を維持するって大変なのよ。維持する必要なんてないでしょ。身の丈に合った車を買えば駐車場代は払えるでしょ。変なこと言わないでよ、あやね。この私の身の丈に合う車なんて高級車しかないじゃない。だから駐車場代を削ってでも乗ってるのよ。大好きなお姉ちゃんのために頑張ってよね。大好きなんかじゃないから。まあひどい。あんなに可愛がってあげたのに。あんなに可愛がったって。昔からお姉ちゃんは私のものを何でも勝手に奪ってた。お姉ちゃんに可愛がってもらった覚えなんてないわよ。奪ったんじゃなくて、お姉ちゃんが先に使ってあやねに使い方を教えてあげてたのに。そんなことも分かってなかったなんて。お姉ちゃんがっかり。ああ言えばこういう。そういうところ何も変わってないわね。とにかく今日中にどかして。さもないと。さもないとどうするの？くっ、とにかくどかして。私はもう帰るから。顔を真っ赤にして怒っちゃってかわいい。私はあやね、32歳。私が今一番困っていること、それはお姉ちゃんにマンションの駐車場を使われていることだ。高いお金を払ってせっかく駐車場を借りてるのに、おかげで私は近くのコインパーキングを使う羽目になってる。本当にイラつく。明日までにお姉ちゃんちゃんとどかしてくれるんだろうか。ママ、なんだかプリプリしてるね。パパ、なんかトロロあたりある？リン、トトロあたりだよ。あれ、トトトあたり？まあ、いっか。でも、トトロはない。あ、もしかして夜中にお菓子食べたことかも。わあ、ずるい！
リンには夜にお菓子食べちゃダメって言ってるくせに。やば。もう出して出してよ。無理だよ、出ないって。うーん、お腹から出してやる。あやね、助けて。自業自得でしょ。そして二人とも心当たりだから。うわー。数分後。ふん、ママ、ママの分もリンがパパやっつけてあげたから。ママ、パパに怒ってたんでしょ。今夜中にお菓子食べてたって聞いて少し怒りはしてるけど、ダイエットするって約束したのにそんなことしてるから。でもさっきはパパに怒ってたわけじゃないの。なんだ、よかった。よくないから。私もリンも今はそのことに怒ってるんだからね。うー、でもじゃあさっきは何に怒ってたの。それはさ、ひどーい。ママの駐車場勝手に使うなんて。パパ、ママのお姉ちゃんのお車どかしてきて。いやリン、さすがに車をどかすのは無理。お相撲さんみたいなお腹してるのにどかせないの。パパ、じゃあそのお腹は何のためにあるの。リン、それはお相撲さんに失礼よ。お相撲さんはただ太ってるだけじゃないから、筋肉がたくさんあるの。ちなみにパパのお腹が何のためにあるのかは私にもさっぱりわからない。なんか今日は当たりが強い。夜中にこっそりお菓子を食べるからです。でも困ったね、お姉さんには。そうなのよ、明日どかしてくれるといいんだけど。そして翌日。やっぱりまだある。ひどい。パパ、背負い投げして。できるかな。できないでしょ。それにできたとしても傷をつけたらこっちが悪者になっちゃうのよ。じゃあ我慢するしかないのかな。でもそんなの。さっきからお姉ちゃんに何回も電話をかけてるんだけど出ないのよね。でもママ、背負い投げしても大丈夫だと思うよ。いやだから。だってママのお姉ちゃんお車いらないってことでしょ。え、どういうこと。だって。うわあ。うわあ、びっくりした。そうだ、確かに。そうだった。この場合ってどうなるのかな。そういえば担当はあの人たちだし。いいこと思いついちゃった。ママが悪い顔してるね。してるね。その数日後。はあ、最近仕事が忙しくて車に乗れなかったわ。私の愛しの高級車ちゃん、今会いに行くから待っててね。ん？あれれれ？あやねのマンションが見当たらない。何度も行ってるのに迷っちゃうなんて。私ったらおっちょこちょい。数十分後。あれ、どうして。完全に迷子になっちゃった。あの、ちょっとごめんなさい。なんだ。ここら辺にマンションがあったと思うんだけど、タイガーズマンションっていうマンションがどこにあるか知らない。ああ、オイラ知ってる。とっても知ってる。よかった。で、そのマンションはどこかしら。ここだぞ。今オイラたちがぶっ壊してる。ぶっ壊してる。はこれタイガーズマンションなの。そうだぞ。古くなったから壊してるんだぞ。待ってよ。ここのマンションの地下駐車場には私の車があったのよ。ねえ、私の車はどうなっちゃってるの。オイラ、それはわからない。私の車を返してよ。どこかに勝手に移動したんでしょ。もし少しでも傷がついてたらあんたたちのこと絶対に許さないからね。そんなこと言われても。あ、犬塚さん。ああ、この人の車、犬塚さん知ってるか。このマンションの地下駐車場に止めてたんだって。知ってるぞ。よかったな、犬塚さんが知ってるって。どこにあるの。
すぐに車がある場所まで案内して。それは無理だな。はあ？何言ってるの？車は取り壊したマンションの下にある。案内はできねえ。はい？つまり、地下駐車場にそのままあるんだよ。嘘でしょ？嘘じゃねえぞ。一応後で訴えられたら面倒だからな。傷はつかないようにコンテナをかぶせておいたから安心しろ。いや、傷がついてなくても車を出せないじゃない。俺たちは再三車をどかすように駐車場の借り主の綾音に連絡したんだ。綾音は私の車ではない、姉が勝手に止めてる。どかすよう連絡取ると言ってたんだが、何度かけても姉が出ないと言うから仕方なく工事を始めたんだよ。何よそれ。返してってば。私の宝物なのよ。宝物なら人の駐車場に置かないで、ちゃんと自分の駐車場に止めておけよ。許さない。あんたら絶対に許さないんだから。あやねもあんたらも許さない。とんだ逆恨みだな。まあ勝手にしろ。数ヶ月後、やっと見つけた。あやね、電話出なさいよ。ああ、お姉ちゃんじゃない。自分は何度かけても出なかったくせによくそんなこと言えるわね。そんなことよりあんた、車を弁償しなさい。車を弁償？ええ、あんたのせいで車が駐車場から出せないのよ。私のせいじゃないでしょ。だって私はお姉ちゃんに教えようと何度も電話したわよ。それなのに電話に出なかったのはお姉ちゃんでしょ。LINE もしたんだけど既読がつかないし。私があなたのこと着信拒否してるのも LINE をブロックしてるのも知ってたでしょうが。お姉ちゃん着信拒否してブロックしてたの？私お姉ちゃんのこと大大大大好きなのに。そんなお姉ちゃんに着信拒否されててブロックされてたなんて悲しい。泣いてるふりだね。だね。その嘘泣きやめなさい。警察に被害届を出してやるんだから。うわー大変だ。私捕まっちゃうかも。棒読みだね。だね。私は本気なんだから、今すぐ警察署に行ってやる。ってことがあったのよ。私の妹とあの工事現場にいた人間を捕まえて。それは無理。はい。だって妹さんはあなたに再三伝えようとしてたんでしょ。それを無視したのはあなたよね。それにそもそも無断駐車したのが悪いじゃない。話によると傷がついたわけでもないみたいですしね。もういいわよこの税金泥棒。あんたたちなんかにもう何も頼まないから。もう帰る。サトル、背後から撃ってもいいかしら。別に気持ちはわかるとかじゃないんだからね。とりあえず塩まくぐらいにしておきましょう。リンのおかげよ。ありがとう。そうよね、あのマンション取り壊す予定だったのすっかり忘れてたわ。えへへ。いや、自業自得だけど車が埋まっちゃうなんてね。工事を担当するのが私たちの高校時代の同級生の犬塚くんだってのもラッキーだったわよね。そうだね。でもあそこから掘り起こすの大変だろうな。果たして掘り返せるでしょうかね。パパ、またママが悪い顔してるね。してるね。もうどいつもこいつも役に立たないんだから。とりあえず掘り返すしかない。待っててね、高級車ちゃん。私があなたのことを助けてあげるから。あれ、確かここら辺だったと思うんだけど。あ、ちょっとあなた。はい、何ですか。もしかして逆なんてやつですか。あいにくですが私は熟女しか愛せない男です。あと30年後にまた声をかけてもらえたら。違うわよ、逆難なんかじゃないわ。じゃあ何だって言うんですか。道を聞きたいのよ。ああ、人生という道について聞きたいんですか。誰が見ず知らずのあなたにそんなこと聞きたいのよ。
この近くにタイガーズマンションってマンションがあったでしょ。その跡地がどこにあるか聞きたいの。なんだ、そういうことですか。それならそこです。そこ？ええ、そこです。工場があるだけじゃない。タイガーズマンションの跡地に工場が建ったんですよ。ふっ、嘘でしょ。本当です。それではアドゥー。 ありえない、もう車を出せないじゃない。私の高級車ちゃん。いや、これで諦めるわけにはいかない。そうだ、この工場を建てたのはあいつらだろうし、高級車を取り出すついでに復讐してやる。その数日後、カッパカッパカッパを食べると、ふんふん、リンは元気に。ご機嫌ね。だって今日お寿司屋さんに行けるから、リンとーっても楽しみなんだ。パパはダイエット中だから、リンのカッパさんのキュウリだけ少し食べさせてあげる。俺お寿司食べられないの？何今の音？爆発音みたいなのがしなかった？うわー、見て、工場が、うわ、燃えてる。あははははは、燃えろ燃えろ。お姉ちゃん？あら、あやねじゃない。もしかしてこれお姉ちゃんの仕業？はい、そうです。なんてことしてるのよ。悪いのはあんたとマンションを壊してここに工場を建てたあいつらでしょ。後継者ちゃんを取り出すのに邪魔だから爆弾で爆発しただけ。信じられない、ここまでするなんて。高級車ちゃんを取り出したら、またあなたの駐車場に高級車ちゃんを止めてやるから、一生あんたの駐車場を使ってやるから、覚悟しなさいよ。それが私の復讐よ。お姉ちゃん、こんなことしてただで済むと思ってるの？警察のこと？私は警察なんて怖くないわ。もし逮捕しに来てもあんたらが動かなかったせいでこうなってるって言ってやるわよ。そんなへりくつ警察に通用しないし、そもそも私が言ってることはそういうことじゃないの。はい、どういうこと？この工場を建てたの誰か知ってる？あのマンションを壊した業者じゃないの？そうよ、これを見たらあの人たちかなり怒るわよ。たかが建設業者が怒ったところでなんだっていうの？私は少しも怖くないわ。あのね、犬さんはただの建設業者じゃないよ。はい？薬剤師さんなんだよ。薬剤師？建設業者が副業で薬剤師やってるってこと？ああ、いや、薬剤師じゃなくて。これはどういうことだ？わ、おいらたちが建てた工場が燃えてる！おい、誰だこんなことしやがったの？いいところに来たわね。私よ、私。これは私の高級車ちゃんを埋めたことに対する復讐よ。どう？せっかく努力して建てた新しい工場が潰される気持ちは。建設会社の人間ならかなりショックでしょ？俺たちは建設会社じゃねえ。噂組だ。噂組？やっぱり建設会社じゃない。ああ、確かにそういう名前の建設会社はあるよね。でも違うんだよ。違うって。まさか、ヤクザだとでも言いたいわけ？お姉ちゃん、噂組ってググってみなよ。はい。いいから。噂組？は、ヤクザ？え、本当にヤクザなの？リン、だから言ったでしょ？薬剤師さんだって。薬剤師じゃなくてヤクザじゃない！うわぁ！でもどうしてヤクザがこんなことを？俺たちだってしたくなかったんだよ。でも、てめえみたいに、うちを建設会社と勘違いして仕事の依頼の電話をしてきた奴がいてな。それをこいつがなぜか引き受けたんだよ。ごめん、犬塚さん。引き受けちまったからにはやるしかねえだろ。
そういう理由だったんだ。ただでさえ意味わからねえことやらされてイライラしてたんだ。それでやっと完成したと思ったのに、てめえのせいでやり直しだ。てめえだけは許さねえ。カンタ、運べ。おいらわかった。許して。知らなかったのよ、ヤクザだなんて。派手に燃えてるわね。うわ。あ、おまわりさんたち助けて。私ヤクザに連れ去られそうになってるの。黙みろ、あんたらは逮捕されるわよ。ほら、おまわりさんたちさっさと助けなさい。サトル。何ですか、マキさん。私たちって税金泥棒よね。はい、そうですね。税金もらうだけもらって働かないダメな公務員よね。はい、そうですね。え？ほら、さっさと運べ、カンタ。おう。あんたたち嘘でしょ。あの時のことを根に持って。ふざけるんじゃないわよ、働きなさいよ。帰りましょうか、サトル。はい。別に見て見ぬふりをするわけじゃないんだからね。その後工場は全焼。不幸中の幸いで周りには燃え広がらなかった。そしてお姉ちゃんはというと。手を止めるな、どんどん掘れ。じゃないと撃つぞ。工場を爆破させてまで掘るのが好きなんだよ、てめえは。好きなことさせてやってんだから、淡々と掘ってけ。別に好きなわけじゃ。うるせえ、バン。いつまで掘ればいいの。あ、言ったろ、徳川の埋蔵金を見つけるまでだよ。そんなの無理。無理じゃなくて探すんだ。うちが損害賠償を立て替えてるんだ。てめえは金がないんだから、徳川の埋蔵金でも見つけて返すしかねえだろ。うわぁ、犬塚さんとってもイライラしてる。でもよかった、怒りがオイラからそっちに行って。いやぁ、今日はお酒を飲もうっと。珍しいね、ママがお酒飲むなんて。幼い頃からお姉ちゃんに苦しめられてたみたいだからね。あ、そうだ、みんなで乾杯しよう、乾杯。いいわね、せーの、乾杯。うーん、勝利のビッシュは美味しい。俺もビール。ダメ、パパはキュウリのお汁飲んでダイエット中なんだから。せめてお茶飲ませて。見てわかるでしょ、リンちゃんとランちゃんのためにカレーを作ってるのよ。今日夜ご飯うちに食べに来るって言ってたでしょ。失礼ね。このローブはカレーが飛んだ時のために着てるのよ。黒いし目立たないでしょ。それより暇してるならそこのカッパ巻きと納豆巻き取ってくれる？カレーに入れるから。もしかして忘れたの？カッパ巻きと納豆巻きはリンちゃんとランちゃんの大好物じゃない。だから入れてあげるのよ。ごちゃごちゃうるさいわね。えい、ハルトはケーキ好きだし、あやねさんはマシュマロ好きだから。えいえい、かなみさんはヨーグルト、確かりょうじは焼き鳥が好きだったわよね。そりゃ、私はりんちゃんとらんちゃんのおばあちゃん。今日はりんちゃんとらんちゃんがどうしても私が作ったカレーが食べたいって言うからご馳走してあげるの。本当はあんまり甘やかしちゃいけないと思うけど、たまにはいいかなって思ってね。あの二人が来るのが楽しみだわ。おばあちゃん、ちょっと、まずはお邪魔しますでしょ。
ごめんなさい。ダメよ、お邪魔しますを言えないような人はろくな大人にならないわ。お、いい匂い。ちょっとつまみ食いしに行こうっと。バレないようにそーっとそーっと。おりゃー、ぐはー。ね、私の言った通りでしょ。リンたち、ああならないようにちゃんとしようね。うん。お母さん相変わらずね。あ、そうですね。うん？お邪魔します。いらっしゃい。で、あれ？かなみさん、領事は？あ、今日用事があるみたいで来れないって。たく、あの子は。来ないなら来ないで連絡くらいしなさいっての。ごめんなさい、お母さん。かなみさんが謝ることないわ。あのボンクラ息子が悪いのよ。今日も領事は来ないのか。本当にうちの息子たちはどうしようもない。え、あれ、俺も？あなたもに決まってるでしょ。まあいいわ、上がってちょうだい。カレーの準備するから。ハルト、お父さん手伝いなさい。はーい。リンたちもお手伝いする。する。私たちも。いいのよ、いつもボンクラ息子たちが二人には迷惑かけてるんだから。くつろいでって。ありがとうございます。ハルトもだけど、領事は本当にどうしようもないのよね。暴走族に入ったり、半グレ集団に入ってみたり、迷惑ばかりかける子だった。でもそんな領事が落ち着いて父親になって子供もいるなんて、あの頃からすると考えられないわ。まあよかったわよね。さあ、じゃあ食べましょう。お残しは許しませんからね。せーの、いただきます。うーん、やっぱり母さんのカレーは最高だよ。おいしい。あ、やった、カッパさん入ってる。納豆巻きだ。あ、すごい、私の好きなマシュマロも入ってる。お母さん、ありがとうございます。いいからどんどん食べなさい、おかわりもいっぱいあるんだから。ってどうしたの、かなみさん。どんどん食べて、子供たちのことは私が見ておくから。あ、はい。あ、わかった。ママいつもと違うから食べられないんだよね。ちょっと貸して。えい。え？ランちゃんはかなみさんの分のカレーを持つと、それを床にぶちまけた。ちょっと、なんてことするの、ラン。なんでそんなことするのよ。え、なんでおばあちゃん怒るの？だってママいつも床で食べてるんだよ。ね、ママ、こっちの方が食べやすいんだよね。パパに聞いたら、そう言ってたよ。領事が？あ、違うんです。これは何でもないんです。何でもないことないでしょう。かなみさん、あなた領事にそうしろって言われてるの？違います。違います。だから、お願いだから、領事さんに言わないでください。かなみさん、大丈夫。深呼吸して落ち着きなさい。私たちは全員かなみさんの味方よ。落ち着いたら話してちょうだい。ママ。かなみちゃん、よしよし。そう言ってかなみさんはうずくまり体を震わせた。これは領事のやつ確実に。うん、間違いないわよね。ただいま戻りました。なんだよ、もう帰ってきたのかよ。一人の時間を楽しみたかったのに、気を使えないやつだ。すみません。たく、謝るしか脳がねえのかよお前は。あ、ランはどうしたんだ。今日はお母さんの家に泊まることになりました。あっさ、そうだ、腹減ったからなんか作れよ。あ、なんだ、作らないってんならまたお仕置きすんぞ。違います。そうじゃなくて、これお母さんから預かってきたんです。
なんだそれ。ってカレーじゃねえか。母さんが作ったやつか。はい。うっしょーラッキー。母さんのカレーめちゃくちゃうまいんだよな。いただきますった。はん。やっぱりうめえ。なんだよ母さん、ちゃんと焼き鳥入れてくれてんじゃねえか。そうそう、これこれ。いろんなものごっちゃに入れてるのになぜかうめえんだよな。りょうじさん。ああ、なんだよ。話があるんです。話？はい、私りょうじさんと離婚したいんです。なんだと。お前自分が何を言ってるか分かってるのか。はい、もう限界なんです。りょうじさんと一緒に生活するの。お仕置きと言って手を挙げられたり、床でご飯を食べさせられるのももう嫌です。お願いです、りょうじさん、私を解放してください。てめえふざけたこと抜かしてんじゃねえぞ。ちゃんと立場を分からせてやらないとか。ちょっと来い。あれ動かない。てめえ抵抗してんじゃねえよ。いや抵抗してないんですけど。抵抗してんじゃねえか。抵抗しないってならなんでビクともしねえんだよ。すごい。は？話してください。てめえ何しやがる。このなんだどうなってるんだ。どうして止められてんだよ。お前一体もしかしてどこかで格闘技でも学んできたのか。そんなことしてませんよ。じゃあどうして拳を止めるなんて真似できるんだよ。たまたまか。ならもう一度。うりゃー、ダメは？リン？りょうじくん、そんなことしちゃダメだよ。目！リンにまで止められた？一体どうなってんだ。変わったのはカナミさんじゃなくてあんただよ、りょうじ。母さん？あんたが食べたカレーにはね、筋肉が麻痺する薬を入れておいたのさ。だから力が入らず、リンでも止められるくらい体の動きがゆっくりになってるんだよ。そんなものカレーに入れたのか。どうしてそんなことを。どうして。よくそんなことを言えたね。全部カナミさんから聞いたんだよ、リョウジ。あんた随分カナミさんにひどいことしてたみたいじゃないか。てめえカナミ、余計なことは。どりゃーって言った。何すんだよ母さん。何すんだよじゃないわよ。悪いのはあんたでしょうが。ちょっとお尻貸しなさい。は？とりあえずお仕置きよ。あんたはカナミさんを痛い目に遭わせたんだろ。その分お仕置きしないとだからね。やめろ。嘘だろ。俺母さんより力が弱ってるのか。覚悟しなさいよ。とりゃー、うげー。母さんのあれめちゃくちゃ痛いんだよね。ハルトもやられたことはあるんだ。うん、よっぽどのことがないとあんなことされないんだけどね。小学校の帰り道に人んちの柿を勝手に全部食べちゃった時やられた。ハルトらしいわね。というかお母さん、あの薬はどうしたの。カレー作ってたから副産物的にできたものらしいよ。え、あのカレー大丈夫なの。うん、大丈夫。子供の頃から食べてるけど至って健康だし。そう。勘弁してくれ母さん。まだまだせいよ。こうして私は領事のお尻を3時間くらい叩き続け、領事のお尻はパンパンに膨れ上がっていた。まさか30歳になった息子にこんなことをすることになるとはね。その後領事は逮捕され、カナミさんへの接近禁止令が出て離婚することに。慰謝料と養育費を払うことになった。本当にカナミさんには嫌な思いをさせてしまって申し訳ない。領事とは別れたが、私は今でもカナミさんのことを娘だと思っている。これからカナミさんのことを支えていくつもりだよ。1ヶ月後。
ママ、ごめんね。何が？ママ床で食べるの嫌だったんだよね。それなのにラン気づかなくて。何度も言ってるけど、ランが悪いんじゃないから、もうあの時のことは忘れましょう。ね。うん。忘れさせるわけねえだろ。幼児、どうしてここに接近禁止令が出てるはずでしょ。そんなの知ったことか。てめえに仕返しをしに来たんだよ。仕返し？てめえのせいで母さんにあんなことされた恥をかくわ、警察に逮捕されて会社をクビになるわで散々な目にあった。俺の人生めちゃくちゃだ。だからてめえのこともめちゃくちゃにしてやるよ。パパやめて。うるせえ。誰に向かって命令してんだ。邪魔すんならてめえもやっちまうぞ。ランは下がってて。よし、じゃあやるとすっか。もしかしたら間違えて殺しちまうかもだが、その時はしょうがないよな。俺に歯向かったてめえが悪いんだから。さあ覚悟しろよ。もうあの薬の効果はとっくの塔に切れてるし、拳を止められたりはしねえかんな。行くぞ。おれ、止められた？うん、これぐらい止められるよ。あ、兄貴、どうして？ハルトさん、ランがこれで呼んだの。それは防犯ブザー。おばあちゃんがね、今度危ないことがあったらこれを押してって。押したらハルト君が飛んでくるからって。これを押すと俺の携帯に連絡が入るようになってるんだ。 GPS が入っててすぐに居場所がわかるようになってる。ちなみにこれを押して3分以内に駆けつけないと、俺に巻かれたベルトが作動して電気が俺に走るんだよな。母さんめちゃくちゃだよ。母さんまた余計なことは。でもそうか、拳を止められたってことはきっとまたあの薬を知らないうちに飲まされたんだよな。だけど残念だったな兄貴。俺はあれからあの薬の成分を調べて解毒剤を見つけたんだよ。よしよし、力がみなぎってきたぜ。これでおしまいだな。てめえらも元暴走族の力見せてやる。うりゃー、に逃げてハルトさん。えい。あ、は？どうして？薬は飲んだのに。領事に母さんの薬なんて飲ませてないよ。ただ領事のパンチが遅いから止められただけ。そんなはずないだろ。薬を飲んで拳が遅くなってさえいなければ、俺の喧嘩で鍛えた拳が止められるわけない。あんまりこんなこと言いたくないけど、舐めないでくれるかな。俺ずっと武道やってきたんだよ。領事が遊びほうけてる間ずっと練習してきたんだ。そんな奴のパンチなんかへでもないって。くそ。間に合った。ハルト、あれなんで二人がいるの？あの防犯ブザーを押すと一応私の携帯にも連絡が来るようになってるのよ。そうだったんだ。パパ行くよ。おう。よしパパ行けー、朽木倒し。おりゃー。パパかっこいい。すっごい。リン、あなたはなんでいつもハルトに柔道の反則技をやらせるのよ。よく知ってますよね。こうして領事はハルトにやられ、再び警察に捕まり刑務所に入ることに。ハルトにやられたことが相当こたえたようで、領事は刑務所の中で何度もハルトにやられる夢を見て震えてるそう。これでもうカナミさんを襲おうとすることはないだろう。そしてその数日後、うちでカナミさんを励ます会をすることに。今日もカレーたくさん作ったからどんどん食べて。いただきます。美味しいです。あれ、あやね食べないの？あの薬のこと聞いたら不安になっちゃって。心配しすぎだって。
むしろこのカレーを食べると力が 1.5 倍になるくらいだし。それって大丈夫なの？お残しは許さないからね。そしてカナミさん、何でしょうか？これからもあなたは私たちの娘よ。だからどんどん頼りなさい。頼ってこなかったらお尻ペンペンしちゃうんだからね。あ、はい、ありがとうございます。あー、おばあちゃん泣かせた。いけないんだ。ちょっとかなみさん、そんなひどいこと言った？ごめんなさい、ごめんなさいって。嬉し泣きだね、嬉し泣きだね。ごめんなさい。おばあちゃん、遊ぼう。入ってこないで。リン、迎えに来たわよ。って、どうしたのリン？あのね、おばあちゃんと遊ぼうと思っておばあちゃんの部屋に行ったら入ってこないでって怒られちゃったの。そうだったの。おばあちゃん忙しいのかもね。また後で声かけてみよう。でもね、リンずっと待ってるんだけど、おばあちゃんお部屋から出てこないの。お泊まりしてる間一回も出てきてないんだよ。そんなことは。え、そうなんですか？何してるんだろう母さん。昔から何かに集中すると周りが見えなくなるからな。そういうところあるわよね、お母さん。え、今の音何？母さんの部屋からだ、行ってみよう。え、お母さん大丈夫ですか？しっかりしてください。大丈夫よ、とりあえず出て行って。もしかしてずっと飲まず食わずだったの？かなり痩せてるし、クマもひどい。寝てないんじゃないですか？飲んでる暇も、ご飯を食べてる暇も、寝てる暇もないの、私には。いいから出て行って、集中しなきゃいけないの。お父さん、病院に行って点滴もらってきて、栄養剤を体に直接注入するわ。倒れてる時間なんて私にはないんだから。とりあえずみんな出て行って。母さんがこんな状態なのに出て行けないって。これ何かな？触るんじゃないわよリン。これは心臓？なんだこれ。父さん、何か心当たりがあるのか？そんな、コウタ君が心臓の病気なんて。心臓移植しないと5年後の生存確率が 10%。 そうよ、心臓のドナー提供を待ってたらコウタは天国に行っちゃうかもしれない。だから私は人工の心臓を作ることにしたの。いや母さん、他の手段だってあるでしょ。募金を募って海外で手術を受けるとか。それも並行してやってる。そっちはコウタの母親マサミがやってくれてるんだけど、全然集まってないみたいなの。かなりの費用が必要なのよ。他人だけに私の大切な大切な孫の運命を預けられない。待ってるだけじゃなく、私もできることをしてるの。そういうことだからみんな出て行って。お父さんは点滴の手配を。おばあちゃんの、おばあちゃんのバカ！はい？なんですって？リン、なんてこと言うの。おばあちゃんに謝って。いや、ちょっと待ってみよう、あやね。ハルト、このままじゃおばあちゃんが死んじゃうよ。別に私の命なんてどうでもいいの。コウタを救えればそれで。へい！
痛い！何するのよ！おばあちゃんがね、コウタくんのことが好きなように、リンもママもパパもおじいちゃんもコウタくんもおばあちゃんのこと好きなんだよ。リンはおばあちゃんのこと大好きなんだもん。死んじゃっていいなんて言わないでよ。リン、母さん、コウタくんを思う気持ちはわかるけど、自分のこともちゃんと大切にして。私たちもどうにかできないか一緒に考えますから、一人で抱え込まないでください。そうね、私が悪かったわ、間違ってた。リン、本当にごめんなさい。私はリンちゃんとコウタくんのおばあちゃん。リンちゃんとコウタくんのため、孫のためなら死んでもいいといつも思ってるくらい、二人のことが本当に大切。それなのにリンちゃんのことを泣かせちゃうなんてね、反省しないと。周りが見えなくなりすぎてたわね。お父さん、ご飯ちゃんと食べるわ。私は手を止めないから、お父さんがあーんして。え、何これ。はあ、でも素人が人工の心臓を作るってなかなか難しいんじゃないかな。そうだよね、未だにできてないんだし。あ、そうだ、リン、いいこと思いついた。いいこと？あのね。そして私は翌日、リンちゃんと一緒にある場所に行くことに。おーい、マモルくん。あ、リンちゃんと、リンちゃんのおばあちゃんですよね。ええ、今日は時間を作ってくれてありがとう。いえ、リンちゃんと一緒に来たのは、天下のうぐもりグループの本社。社長のレオンくんと副社長のマモルくんがリンちゃんのお友達だそうで、紹介してもらうことになったのよね。資金力もあるし、この人たちなら人工の心臓を完成させられるかも。あれ、レオンくんは？あれ、兄ちゃんさっきまでいたのにどこ行っちゃったんだろう。まあいいや。それで話っていうのは、孫を救うために人工の心臓を作りたいの。お願い、協力してくれないかしら。この通り。いや、頭を上げてください。じゃあ作ってくれる？作りたいのは山々なんですけど。何でもするから、お金ならいくらでも払う。リン、肩たたたたき券あげるよ。リンちゃん、肩たたき券ね。というか、もう作ろうとはしてるんですよ。え？そうなの？はい。でも、なかなかうまくいかなくて、研究が進まないんですよね。兄ちゃんも俺も、今一番力を入れてるんですけど。ちょっと貸して。はい？何するの？え？兄ちゃん？あのね、今、借り物競争をスモモ様たちとしてて、おばあちゃんのバッグ持ってかなきゃいけないの。だから貸して。いやよ、引っ張らないで。失礼だよ兄ちゃん、話して。でもスモモ様に負けたら、ワッフル島からバンバンジージャンプって、俺高いところ怖いんだもん。エッフェル塔でバンジージャンプでしょ。とんでもない罰ゲーム思いつくな。大丈夫だよ、その罰ゲームは絶対にやらないで済むから。レオンくん、ダメだよ。リン、怒っちゃうよ、やめて。僕はごめんなさい。うわ、ちょっと急に話さないでよ。話せって言ったり話さないでって言ったり、難しいよ。待て、あれ？ああ、それは私の。返して。兄ちゃん、返してあげて。守る、これ難しくて俺にはよくわからないけど、ビビビってきたよ、読んでみて。え？人工心臓の作り方。ああ、
それは自分で作ってみようと思ったけど、うまく作れなくて。だからこうしてあなたたちに頼みに来たの。これ、いけるかも。え？本当に？はい。正直理論に穴は多いですが、うちの研究と組み合わせれば。ちょっと研究室に行ってきます。すごい、これどうにかなるかも。早くマサミとコウタ君に報告しに。あ、いや、ダメだ。これでダメだったらぬか喜びさせるだけになる。うぐもりグループからの連絡を待たないと。そして1週間後。本当に？やったやった！人工心臓作れるって。今からコウタ君の家に行ってくる。よかった、私がやってたことは無駄じゃなかった。コウタ君を救えることが本当に嬉しい。私は全力で走ってコウタ君の家まで行った。コウタ君もマサミもケンタさんも喜ぶだろうな。あれ、インターホン押しても誰も出てこない。出かけてるのかしら。焦りすぎたわ。連絡してから来ればよかった。おばあちゃん。お？コウタ君の声が聞こえたような。おばあちゃん、ここだよ。コウタ君？え？なんでそんなところで正座してるの？寒いんだからお家の中に入って。僕はここにいる。え？パパとママがね、ここで正座したら心臓が治るって教えてくれたの。だから僕はここにいるんだ。おばあちゃん、僕頑張って治すから。マサミとケンタさんがそんなことを？ねえ、それ本当なの？え？そうだけど。信じられない。あの子たち何考えてるの？コウタ、ちゃんと正座してる？って誰かいるぞ。やっぱめんどくさいことになるかも。だから出かけてるときは部屋に入れとこって言ったじゃん。なんだよ、俺だけのせいかよ。お前だってノリノリだったじゃねえか。どうする？少し金払えば黙っててくれんだろ。ってお母さんじゃね？え？ほんとだ。なんだ、お母さんか。やっほー。まさみ、ケンタさん、これどういうこと？え、どういうことって？なんでコウタ君に正座させてるの？させてるわけじゃないですよ。こいつが勝手にしてるんです。あなたたちが正座すれば心臓が治るって言ったからでしょ。ああ、お母さん、ちょっとこっち来て。何よ。お母さんにさ、1000万円あげる。え？ほら、受け取ってください。これで見なかったことにしてよ。何言ってるの？というか、このお金何？あ、募金で集めたお金ですよ。はい？募金は集まってないって言ってたわよね。ああ、あれは嘘。ちゃんと希望額集まってるわ。え？でもこのまま心臓移植を受けるより、俺たちで使っちゃった方がいいじゃんって思ったんですよね。だからこうしてコウタを正座させてるんです。ほら、心臓弱いし、こんなことさせてたら早めに天国行ってくれるでしょ。早めに天国行っちゃえば、支援してくれた人たちも私たちがかわいそうになってお金は返さなくていいって言ってくれるかなって思って。最低、最低よあなたたち。わかったわよ、もう1000万円あげるから。そういう問題じゃないわ。あなたたちのこと警察に話すわ。コウタ君は私が育てる。何言ってるの？許さない。あなたたちのことは絶対に許さないんだから。あー、しまった。お母さんってお兄ちゃんと一緒で真面目人間なんだった。だるいな、ここまでうまくいってたのに。とりあえず倉庫にでも放り込んどいて。了解。話して話してよ。あれ、ママ、おばあちゃんは？え？もう帰ったわよ。コウタに頑張ってって伝えてって言われたわ。うん、頑張るね。
ここでおとなしくしてろ。出して出してってば。開かない。このままじゃコウタ君が。翌日どうしよう。誰か助けて。コウタ君のことを助けて。どりゃあ。母さん、ハルト、お父さん、どうしてここが。あ、いや、父さんが。これで邪魔者はもういないと。お、やっぱお父さんたちが来た。コウタ、一旦家に入って。どうして。いいから。あ、わかった。どうしたのお父さん。お母さん、知りませんけど。昨日この家に行くって言って、それから帰ってきてないみたいで。いや、来てないけどね。え、ああ、そうだな。そっか、じゃあどこ行っちゃったんだろう。はい、いないって言ってるでしょ。何度も言わせないでよ。それより私たち募金活動で忙しいんだから、もう帰って。そうそう、やることたくさんあるんです。何、父さん。え、あ、うん。え、ちょっと何言ってるの。お父さん、お兄ちゃんもやめてよ。そうです、やめてください。そういう問題じゃなくて。うん、パパ、いっけー、普通のパンチ。どりゃー。母さん。お父さんが見つけてくれたの。でもどうやって。え、そうだったの。いや、やばい、どうする。この人数はさすがに。家の中にいたコウタ君に聞きましたよ。あなたたち、コウタ君にずっと正座させてたんですよね。に、逃げるぞ、マサミ。あ、ちょっと待って。ダメ、行かせないよ。リン、危ないわ。ダメ。ふっ、子供ごときに私たちが止められるわけないでしょ。このまま吹っ飛ばしてやる。ガッツンコー。ダー、ケンタ、しっかりしなさい。幼稚園児に負けてんじゃないわよ。もう一回行くよ。やめて、お願いだからやめて。ガッツンコー。ビガー。イエーイ。本当によくやったわ。その後、マサミとケンタさんは警察に捕まり刑務所行きに。長いお勤めになるそうだ。募金のお金は出所後少しずつ返していくことになる。ハルトの友達の犬塚くんがカニ漁船の仕事を斡旋してくれる予定だとか。そしてコウタくんはというと。あ、すごい、おばあちゃん、走れる走れるよ。わーい。うぐもりグループが人工心臓の開発に成功し、無事に今元気に走り回ることができている。本当によかった。ちなみに今コウタくんはうちで暮らしている。これもみんなのおかげよ。ありがとう。パッタ。おばあちゃん。え、また何か無茶したんですか。そっか、布団に運んでくるね。リンも一緒に運ぶ。こうして私は孫を失わずに済んだ。今回開発した人工心臓はこの先多くの人の命を救っていくことになる。コウタ君のために作ったものだけど、私みたいに大切な誰かを失うかもと辛い思いをする人が減ってくれるのは嬉しい。これからは大切な人たちのこと、もっともっと大切にしていこう。そしてそんな人たちが大切にしてくれてる自分のことも、もっと大切にしていかないとな。うわあ。お、今ホテルから出てきたのは鈴森くんじゃないか。
あいつ、あやねさんという奥さんがいながら。許せん、許せんぞ。今回ばかりは許せん。木下部長、お願いがあるんですけど。あ、お願い。なんだお願いって。来週の月曜日お休みをいただきたいんです。は？来週の月曜日休む？ふざけるな。何様のつもりだ、平日に休むなんて。すみません、実は家を買うことになりまして、その契約が平日じゃなきゃダメなんです。家を買う？貴様の分際でか、舐めやがって。そもそも有給ってのはな、仕事が一人前にできるようになったら取れるもんなんだよ。お前にまだその権利はない。はい、わかりました。ああ、やっぱりダメだったか。木下部長、有給の申請をしたいんですけど。おお、いいぞ。というか田中くん、有給全然消化できてないじゃないか。積極的に有給は使ってくれ。おい、他のみんなもだぞ。あ、なんだ鈴森、その顔は。私の有給の申請は。もちろん却下だ。ですよね。はぁ、ちょっと木下部長、鈴森さんにだけ、それはひどいんじゃないですか。うるさい、部長の決定に口を挟むんじゃない。田中さん、ありがとう。でも大丈夫だから。ハルトさん。俺は鈴森ハルト、32歳のサラリーマンだ。元同僚で寿退社した妻の綾音と娘の凛と3人で暮らしている。そんな俺はご覧の通り、上司の木下部長にめちゃくちゃ嫌われている。どうしてこんなに嫌われてるか心当たりはないんだよな。うーん、俺何をしちゃったんだろう。ただいま。おかえりハルト。パパ、おかえり。なんだか元気ないじゃない。実はさ、有給認めてもらえなくて来週の月曜休めなかったんだ。嘘でしょ、ひどくないそれ。他の方は有給取ってるのに。木下部長は俺のことを大嫌いだからさ。パパ月曜日休めないの？パパ、凛が木下部長にごっつんこしようか。凛、気持ちだけでありがたいよ。月曜日休みたかったな。まあダメ元でのお願いだったし、しょうがないよね。あんなことをしてる奴が家を買うなんてな、地獄に落としてやろう。そしてあの二人を鈴森という悪魔から救ってやらないと。今に見てろよ鈴森、俺が正義の鉄槌を食らわしてやる。そして翌日。鈴森、鈴森、ちょっと来い。何でしょうか木下部長。お前が買った家、お前の名義でローンを組んでるのか。買った家？この前家を買ったって言ってたろ。あ、いや、その、そうですね、私の名義でローンを組んでます。そうか。あの、それがどうかしましたか。ああ、いや、なんでもない。そうだ、月曜日の有給はやっぱり許可してやる。え、本当ですか。ああ、ありがとうございます。その代わり家の住所を教えろ。え、なんだ、教えられないのか。あ、いや大丈夫です、もちろん大丈夫です。じゃあここに住所を書け。わかりました。ただいま。おかえり。今日は逆にテンション高いのね。ふっふっふ。パパ、ちょっと気持ち悪いよ。うそ。で、どうしてテンションが高いの？聞いてくれよ。実は月曜日休めることになったんだ。え？有給の申請通ったの？やったー、やったねパパ。うん、やったよ。でもよく木下部長が許可してくれたわね。うん、俺もびっくりだよ。急にいいって言ってくれてさ。何はともあれ、これで家のことができるよ。パパ、頑張ろうね。鈴森のローンだってことが分かり、住所も分かった。
これであとは計画を実行に移すだけだ。そして月曜日、ここが鈴森の家か。鈴森のくせにこんな立派な家を建てやがって。まあもうなくなっちまうんだけどね。だっ鈴森はいないようだし、今のうちに火をつけてっと。燃えろ燃えろ。ハルト、携帯が鳴ってるわよ。あ、うん、ありがとう。って木下部長からだ。どうしたんだろう。まさか今から出社してこいとかじゃ。出なくていいかな。いや、さすがにそれはまずいでしょう。だよね。ああ、嫌な予感しかない。鈴森です。おはようございます。鈴森、お前今どこにいる？今はアパートですけど。そうか。それで何のご用ですか？実は鈴森に謝らなきゃいけないことがあるんだ。謝らなきゃいけないこと？木下部長、どんなに木下部長が悪くても俺に謝ったことなんてないのに。実はな、鈴森の新築の庭で花火をしたらお前の家燃えちゃったんだ。いや悪いな、わざとじゃないから許してくれよ。でもこれから大変だな、ローンもあるのに。あ、いや、今新居は食べてるところなんですけど。あ、新居を食べてる？ハルト、それ言っちゃダメなんじゃないの？あ、そうだった、間違えました。何でもない何でもないです。ご用件は以上ですか？以上だが、家が燃えてるんだぞ。それなのにそんなリアクションなのか？はあ。ああ、なるほど。あまりのショックにリアクションが取れないってわけか。てへ。じゃあ後で家を見に来るといい。きっと消し済みになっているだろうがね。はい。木下部長、何の電話だったの？なんか俺の新居を花火で燃やしちゃったとか言ってた。え？新居を花火で燃やした？パパの新居ってこのお菓子のお家のことだよね？ああ、俺も最初はそのことかと思ったんだけど、木下部長に今日は娘の誕生日で誕生日プレゼントとしてお菓子の家を作るから休ませてくれなんて言えないから違う嘘をついたんだよね。その違う嘘って何？家を契約するからって言ったんだ。前に職場の他の人がそれで有給取っててさ、それならさすがに木下部長も俺にだって有給取らせてくれるかと思って嘘ついたんだよ。ちなみに住所を聞かれた時は適当な住所を答えといた。頭を働かせてそれっぽい嘘ついたんだ。すごいでしょ、見直した。パパの頭も働く時あるんだね。もう君はあんまり働いてないのに。ひどい、リン。すごいでしょじゃないわよ。そんな嘘ついちゃダメでしょ。だって木下部長、俺には意地悪で一度も有給使わせてくれないから。だってじゃないわよ、もう。あ、待って、もしかして花火で火をつけたって、ハルト、適当な住所ってどこの住所を言ったの？あ、それはね。燃えろ燃えろ。早く鈴森のやつ来ないかな。あいつの絶望する顔早く拝みたいものだ。木下部長。ああ、鈴森くんじゃないか。うわ、本当に燃えてる。木下部長、なんてことしてるんですか。あやねくん、久しぶりだね。これはあやねくんのためなんだよ。私のため？この男、田中くんと浮気をしていたんだ。ハルトが田中さんと浮気？パパ浮気はしたの？リン、浮気ね。ハルト、してないしてないって。絶対にしてないよ。俺はあやねが大好きなんだから。私はハルトを信じます。ほう、この写真を見ろ。ホテルから二人で出てきてる。嘘でしょ、ハルト、本当に浮気してたの？ああ、やっぱり浮気はしてたんだね。
あやねくん、だからあの時言っただろ、鈴森じゃなく俺を選ぶべきだって。俺を選んでたら今頃俺も結婚して幸せになれたのに。田中くんも本当にアホだ。付き合ってやるって言ったのに鈴森を選ぶなんて。いや、悪いのは全部こいつ。素敵な女性をたぶらかしたこいつが悪いんだ。だから俺はこうして鈴森に制裁を加えてやったんだ。違う、よく見て、これは隣のお菓子屋さんから出てきたところだよ。ほら、田中さん元パティシエさんだったでしょ。お菓子の家を作るのにいろいろアドバイスしてもらったんだ。あ、本当だ。そんなわけ。ん？あれ？リン、パパ許さないよ。リン、これ浮気じゃない。こっつんこ。いやハルト、どんまい。パパ、ママの心はもっと痛かったよ。だから浮気してない。木下部長、ハルトは本当のこと言ってますよ。木下部長には今日家の契約で休むって言ったそうですが、本当は娘のためにお菓子の家を作るため休んだんですもん。お菓子の家を作るため？ハルトが言ってた今新居を食べてるって言ったのはお菓子の家のことです。じゃあ鈴森の新居は？新居なんてものはありません。え、うち家買ってませんから。え、じゃあこの家は？この家はハルトの親友の家です。鈴森の親友？はい、木下部長に住所書けって言われて、とっさに思いついた住所を書いちゃったんです。なんだ、鈴森の親友って？うわ、嘘だろ、なんでうちがこんなことに。あー、犬さん。犬っち、ごめん。犬さんでも犬っちでもねえ、犬塚だ。ハルト、てめえがこんなことしたのか。違うよ、俺じゃない。俺のせいではあるんだけど。ああ犬塚くん、燃やしたのはそこの人。てめえが俺の家を。いや、鈴森が悪いんだ。私は鈴森の上司でな、鈴森が調子に乗ってるから家を燃やしてお仕置きしようとして。最近の仇の発想はやべえな。は？仇？木下部長、犬塚くんは噂組の組員なんです。噂組の組員？それってヤクザ？そういうことになりますね。すみません、わざとじゃないんです、わざとじゃないんですよ。お仕置きしようとして火をつけたって言ってたよな。わざとって自分で認めたろうが。犬塚さんの家だとは思わなかったんですよ。 お願いです、勘弁してください。なら消せ、この火を。いや、消防車を呼んだ方が。いや、自分で消せ。無理。無理じゃなくてやるんだよ。消せないまま完全にこの家が燃えたら、俺がてめえの命の灯火を消してやるからな。はい、木下部長、凛のバケツ貸してあげる。ちっちゃあ、こんなんじゃ消えるわけない。それでやれ。ほら、早くしねえとお前の命の灯火が消えるぞ。ハルト、後で犬塚くんにちゃんと謝るのよ。ハルトのせいで犬塚くん巻き込まれたんだから。その後、木下部長は泣きながら汗だくで凛の子供バケツで何往復もして消火に当たっていた。途中からは滴っているものが汗なのか涙なのか鼻水なのかわからなくなっていた。そして数時間後。家が先になくなっちまったな。許してください、お願いです。この通りです、犬塚様。犬塚様になっちゃった。許すわけねえだろ、てめえの命の灯火を消してやる。それだけはご勘弁を。犬さん、かわいそうだよ、こんなに泣いてるし。リン、子供は黙ってろ。こいつは5000万円した家を燃やしたんだぞ。
どうせ5000万円もこいつは持ってねえ。命で償ってもらわねえとは。あ、じゃあ犬さん、生まれ変わったらどう？生まれ変わる？これから木下部長は生まれ変わって違う人になるの。なら違う人になるから許せるでしょ？許せるわけ。木下部長、ちょっとバケツ貸して。えい！な、何をするんだ？あとはおひげを描いて、ほっぺも赤くして、まつげも描いて、できた！犬さん、今から木下部長はバケツ紳士さんだよ。木下部長じゃなくなったから許してあげて。リン、かっこいい、かっこいいよ。でしょ？いいだろ。いいの？だ、助かった。ただし、バケツ紳士じゃなくなった時点で命を取り立てる。はい。バケツを脱いだり、そのヒゲやまつげを落としたら、その瞬間お前は終わりだ。そしてこれからお前の一人称はバケツ紳士、部下にもバケツ紳士と呼ばせろ。それとてめえの給料はもちろん全額損害賠償として俺に払え。返事は？はい。よかったね、バケツ紳士。その後、俺もイヌッチにこっぴどく叱られた。本当にごめん、イヌッチ。ちなみに、木下部長が俺のことを嫌ってた理由は、木下部長は綾音のことが好きだったみたいで、綾音と結婚した俺が許せなかったみたい。そして木下部長が告白して振られた田中さんと俺が仲良くしてたから、さらに俺のことを嫌いになっていったんだってさ。そんなこと言われてもね。その翌日、木下部長、頼まれてた書類できましたって。何ですか、木下部長、その格好は。俺はじゃなくて、これからはバケツ紳士と呼べ。バケツ紳士？笑うな、バケツ紳士を怒らせると怖いぞ。はい、すみません。ハルトさん、木下部長どうしちゃったんですかね。いろいろあったんだよ、きっと。でもいいな、俺もバケツ紳士になりたい。木下部長が羨ましい。ジロジロ見るな。その後、バケツ紳士は有給を普通に取らせてくれるようになったし、これにて一件落着。嘘をつくのは良くないって綾音には怒られちゃったし、それは反省しないとな。よし、じゃあこれからも家族のために頑張るとしますか。犬塚。何ですか、お嬢。今日凛の家に遊びに行くから。わかりました。ついてこないでね。そんなこと言わないでください。ついていかないと犬塚が怒られちゃうんですから。また通報するしかないか。ちょっとお嬢、聞こえましたよ。国家権力使って犬塚を引き剥がそうとしないでください。リン、私の友達に抱きつくなんて許せない。やっぱり犬塚はロリコンだったんだ。違います。お嬢見てたでしょ、リンから抱きついてきたんですって。どうしたんだよリン。なんで泣いてるの。パパとママが。リンのお父さんとお母さんがどうしたの。あのねパパ、ママ、ただいまー。あれれ、いないのかな。あ、二人でテレビ見てる。リンが映ってる。食べちゃいたいなー。そうね、たくさん埋めちゃおうかしら。ってことがあったの、リン。パパとママに食べられちゃうか、埋められちゃうかするんだ。嫌だよ、そんなの。いや、
ハルトとアヤネはそんなことしねえだろ。犬塚、決めつけるのは良くないよ。それで本当にリンが食べられたり埋められたりしたらどうするつもり？でも。とりあえず、リンの家に行こう。私がこっそりリンの家に入って様子を見てくるから。はあ、俺は犬塚明。お嬢は噂組の組長の娘さんで、組長の命令で組員である俺がおそばについて安全を守っている。まあお嬢には邪魔者扱いされてるんだが、そんなお嬢の友達のリンの両親は俺の高校の時の同級生。娘を食べたり埋めようとしたりするやつではないはず。きっとリンの勘違いだ。じゃあ私行ってくるから、リンのことよろしくね、犬塚。はい。ダメですよお嬢。もしリンの言ってることが本当だったら、お嬢が危険な目に。ツンツン、犬さん、めいちゃんもう行っちゃったよ。あ、まあでも大丈夫か。アヤネとハルトがそんなこと考えてるわけ絶対にねえもん。うん、ねえよな。高校の時だって。ねえ犬塚、遊ぼうよ。犬塚、遊ぼう。だあ、なんで俺がこんなことしなくちゃいけねえんだよ。まあまあそう言わずに、みんな可愛いじゃん。け、別に可愛くないっつの。こんなに可愛いのに、私将来絶対に子供欲しいもん。俺も。勝手に言ってろ。というか俺はこいつらの面倒を見なきゃいけない理由に腹が立ってんだよ。あれ、なんでだっけ？そういえばなんでだっけ？ふっふっふ、それは私のおかげさ。ひまりのおかげ？ひまりが近所の幼稚園の子供たちにリアルおままごととかいう変な遊びを教えたお詫びとしてボランティアしてるんだよ。そういうことさ。てえ、ひまり、お前は来るなって言ったろ。畠山先生そんなこと言わないでよ。嫌だよ、私も遊びたいもん。ひまりちゃん、リアルおままごとしよう。犬塚は嫌な姑役ね。こうなるから来るなって言ったんだ。ということがあった時、二人はこんな風に言ってたんだよな。その二人が自分の子供に危害を加えようとするなんてありえねえ。ひまりならワンチャンあるかもだけどな。ブレクション。ママ風邪ひいたか、ウイスキー飲むか。飲まないっつの。なんで風邪でウイスキー飲むのよ。誰かが私のいい噂してるのかな。めちゃくちゃポジティブですね。犬さん、メイちゃん帰ってこないね。確かに遅い。心配だな。キャー！今のはお嬢の悲鳴。犬さん、メイちゃん助けに行こう。ああ、くそ、お嬢にはついていくべきだったか。でもあいつらはそんなことしないって信じてたのに。う、お嬢、大丈夫ですか？犬さん、メイちゃんが倒れてる。てめえら。犬塚くん？犬っち。犬っちって言うな。てめえらお嬢に何をしたんだ。うん、アヤネの手を見るとそこには包丁が。そしてお嬢の胸は赤く染まっていた。やりやがったな。違うんだよ犬塚くん、これには訳があるの。そうだよ犬っち、落ち着いて。犬さん、ニン許せないよ。リンの大切なお友達のメイちゃんにこんなことしたパパとママは。違う、私たちがやったわけじゃないの。本当なんだ、信じてくれよ。この状況で信じられるわけねえだろ。現にお嬢は横たわってんだ。てめえらだけは許さねえ。覚悟しろ。ひっけー犬さん。ハルト、どうしよう。本当のことは話す？いや、話せないよ。リンがいるし。でも。ハルト、行くぞ。犬さん、パパなんかに負けないで。こんな奴に負けるかよ。
どうしよう、これ。ほら！ほら、お前はこんなもんじゃねえだろ。立て！手加減なんてしてんじゃねえぞ。ハルト、もうこれ言った方がいいって、誤解を解かないとまずいことに。さすがイヌッチだね。久しぶりに人に投げられたよ。よーし、こうなったら俺も本気出す。どりゃあ！イヌさん！そう来なくっちゃな。でも、お嬢をやられたんだ。お前のことは、必ず倒す。やれるもんならやってみろ！ちょっと、ハルト！ダメだ。楽しくなっちゃってる。イヌさん、メイちゃんの仇を取って！頑張って！イヌさん！もちろんだ。お嬢、俺は必ず、お嬢の仇を取ります。そして、そっちに行きますから。どりゃあ！イヌさん、行けー！ハルト、私の日頃の恨みを晴らして、いつもついてこられてイライラしてるから、頑張って、ハルト。何言ってるの、メイちゃん！勝つのはイヌさんだよ！ううん、ダメ。ハルトが勝たないと。え？あれ？メイちゃん？お嬢？イヌッチ、好きあり！どりゃあ！ああ！よし。なんで俺寝てるんだ？ああ、犬塚くん気がついた。ちょっとメイちゃん、今下打ちしなかった？気のせいだよ。もう、犬さんなんで負けちゃうの？パパなんかに負けちゃダメだって。パパなんかに負けちゃダメって、ひどい。お嬢、生きてたんですね。本当によかった。でもどうして胸を刺されたのに。胸を刺された？何を言ってるの？だってほら、胸のところが赤く。ああ、これは胸を刺されたわけじゃないよ。え？じゃあ、何なんですか？いちご。え？いちご？うん、あのね。いや、言っちゃダメだよ！もうここまでの騒ぎになっちゃったんだから、言わないとでしょ。というか、リンには説明しちゃったんだから、もう隠す必要ないじゃない。あ、そっか。命、あのね。そう。ふふ、食べちゃいたいな。そうね、たくさん埋めちゃおうかしら。リンの言ってることが本当だったんだ。あ、誰かいる？メイちゃん？どうしてここに？来ないで。どうして二人はリンのこと食べようとしたり、埋めようとしたりしてるの？は？ん？だって今言ってたでしょ？何がおかしいの？ごめんごめん。食べちゃいたいくらい可愛いって言ってただけだよ。たくさん埋めるって言ってたのはね、ケーキにイチゴをたくさん埋めるってこと。今見てたのは、リンの4歳の時の誕生日の動画なんだ。これ見ながら今年はどんな誕生日にしようかなって二人で考えてたのよね。なんだ、そういうことだったの。リンには内緒にしといてね。サプライズにしたいから。あ、うん。そうだ、誕生日ケーキの試作作ったから食べる？うん、食べたい。今切るね。あ、私取りに行くよ。あ、ダメ、メイちゃん。こっちに来たら濡れてるところあるから。え？うわあ！ということだったの。なんだよそれ。じゃあ全部勘違いだったってことか。まあそうなるね。紛らわしいことしてんじゃねえよ。でもイヌッチも悪いでしょ。俺たちが大切なリンのこと食べるわけないじゃん。犬塚くんは私たちを何だと思ってるのよ。いや俺もありえねえと思ったぞ。ありえないと思ったけど、家に入ったらお嬢があんなことになってたから。犬さんって意外とおっちょちょちょいなんだね。リン、おっちょこちょいだよ。
いん、てめえ。元はといえばてめえのせいだろうが。いやー、でも久しぶりにイヌッチと思いっきり戦えて嬉しかったな。やっぱりイヌッチはすごいや。てめえな。ん？また誰か入ってきた？大変、大変です。ゆずちゃん、どうしたの？お母さんがお姉ちゃんのことを食べようとしてるんです。どうせまた勘違いだろ。同じ日に同じ勘違いが起こるって面白いね。しかもみんな同じ高校の同級生っていう。笑い事じゃないんですって、本当なんですから。その動画見てください。動画？ブレークション！ママ、風邪ひいたか？ウイスキー飲むか？飲まないっつの！なんで風邪でウイスキー飲むのよ！誰かが私のいい噂してるのかな？めちゃくちゃポジティブですね。いっけー！ウイスキーボボーン！は？ちょっとお姉ちゃん！ママ、覚醒せよ！これで風邪もぶっ飛ぶはず。ママ、ぶっ飛ぶから。なんですかその謎理論。ブワーッハッハッハー！我が名はヒマルヌス。ぬ、ヒマヌルスってなんだ？なんでしょうね。スモモのことを飲み込んでやる！ああ、わかりました。ローマ神話に登場するサトルヌスです。農業の豊穣を司る神様で、将来自分の子に殺されるという予言に恐れおののき、五人の子を次々に飲み込んでいったという伝承に描かれている神様ですよ。あいつか、やべえな。飲み込んでやるー！ぬおー、逃げろー！お姉ちゃん、助けを呼んできますから、それまで逃げ続けてください！ってことがあったんですよ。今もお姉ちゃんは逃げ続けているはずです。さすがに冗談でしょ？いや、お嬢。決まりは、ウイスキーが体質的に合わず、飲むと高校時代にぶっ飛んだ決まりが出てきてしまうんです。あの時の決まりならあり得る。そうだね。急いでスモモちゃんを助けに行こう。急げー！待てー！スモモー！うわー！逃げろくださいー！よかった。お姉ちゃんまだ食べられてません。お姉ちゃん、助けを呼んできましたよ。助かってます。待てー！みんな、お母さんを止めてください。任せろ。ひまり、正気に戻って。よーし。スモモちゃんのママ、ストップ！スモモは食べさせないよ。うわー、全員食べてやる！いやー、ちょっと、何逃げてるのよ、ハルト。いや、さすがに怖いって。ここはひとまず逃げるぞ。どうして犬塚くんも逃げるの？こうなった時のひまりは何するかわからねえだろ。本当に俺たち食べられちまうかもしれねえ。ハルトと犬塚くんが頼りなのに。とりあえずリン、メイちゃん、スモモちゃん、逃げるわよ。こうなったらひまりの酔いが覚めるまで逃げ続けるしかない。食べちゃうぞー！全員残らず食べちゃうぞー！うわー！なんでこうなるのよー！逃げろー！拳銃持ってくればよかった。ぬ、もうウイスキー飲ませねえ。待てー！どうしよう。実はあのウイスキーボンボン、口の中に入ってなかったのよね。スモモを反省させるために酔ってるふりしてたけど、まさかユズがみんなのこと呼んできちゃうなんて。恥ずかしくて酔ってるふりやめられないよ。数時間後。待てー！長いって。まだウイスキー抜けないの？
もう体力の限界。止まるな。止まったら食べられるぞ。あ、まだみんな追いかけっこしてたんだね。何やってんだろうな、ママ。酔ってねえのに。そうだね。よかったです。落ちてるウイスキーボンボン見つけて、ママがもう酔ってないって分かって。でもそれなのに、どうしてまだあんなことやってるんでしょうか？わかんねえ。まあ、大人もいろいろ大変なんだろう。きっとそうだね。私はあんな大人たちにはなりたくないな。私もなりたくないですね。勉強頑張ります。リンたちは遊んでよ。そうだな、子供の勉強は遊び。あんな大人にならないようにたくさん遊ばねえと。待ちなさい。うわー。